はい、後編の始まりです。前編に続き、とても快適に走行中です。本格的なサイクリストの方には物足りないかもしれませんが、散歩感覚で走るには非常に良いところです。でもこういうところは本気で走っちゃダメですよ。ゆっくりのんびりが基本です。河川敷が少し狭くなってきましたかね。また広くなってきました。おっと、また車道に戻されるのでしょうか。でもすぐに戻れそうです。橋をくぐるコースがなかったということでしょうかね。それにしてものんびりしてていいですね。おっと、また土手の上に戻されますか。と思いきや、ここで降りれますね。でも橋をくぐるためだけだったようです。砂利道。ここは左ですかね。で、また川沿いに。合ってますね。
専用道はさっきのところまででしょうか。なんか対岸側の道の方がそれっぽい気がする。広い車道に出ました。押しボタン式の信号でした。対岸側の道も良さげな感じです。もう川もかなり細くなってきているので、河川敷を走って橋をくぐるという感じではないですね。橋を渡るんですかね。合ってますね。のどかでいいですね。
案内板。どうやらここで終わりのようですね。でももう少し先がある感じなので行ってみます。左側が岩船神社という神社ですが、その横を抜ける道があります。大きな池に出ました。宮滝大池という池です。左は散策路ですね。はい、ここがゴールということで良いようです。神社の方に戻ります。右側は牧場のような感じですね。はい、後編もここで終わりですが、前編でも言いましたが、思っていたよりずっと良いコースでした。名古屋あたりだと矢田川沿いのサイクリングコースが有名だと思うのですが、個人的にはこの宇都津川緑地のコースの方が気持ち良いと思いましたね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。